広島に関しては、まあ、なんといってもホームでリーグ戦今シーズン、ね、まだ勝利がない、このあたりも、ね、今日は必ず欲しいところですよね。そうですね。そしてガンバも、まあ、優勝を目指すという点では、うん、ちょっと絶対に、ね、こう落とせないという今日のゲームになりますね。フェリペ・シューバー、ここはサイドを変えていく高橋ロペス、振り向きざまのシュートが決まった。広島アンデルソン・ロペスのゴールで先制。左足コンパクトに振り向きました、ロペスです。トラップしてからは早かったですね、シャープに振り向きましたロペス。ガンバは先制を許してしまいました。いや今これボールをもらって早かったですよね。早かったですね。アデミウソン、さあここは遠藤が中に行きながら、遠藤おーー狙っていったか。得点に向かうことができるか。ゴール前入ってきた、追いついた、遠藤で追いつきました、1対1。今日3試合ぶりのスタメンの遠藤です。藤原からでしたよね、まあ、非常にいいボールを入れましたよね。ご覧いただきましょう。そうですね、そしてアデミューソンがちょっとやや潰れるような前の形で遠藤が滑り込んで流し込みました。そしてアデミューソン、アデミューソンからボール、あとちょっとかなり激しい接触音がありましたが、中林と長澤、まあ、勇気の、ね、ある飛び出ししましたね、はい、今ゴソンという激しい音がありましたが、うん、いい展開ですね、はい、右に預ける、庭が上がってきている、庭のクロスにパトリック、あと、うん、いやーゴールに向かっていきましたが、うん、シンプルな、ね、攻撃ですけど、やっぱり強いですよねパトリック、うん、いい持ち上がりですね、はい、出口から、あとアデミューソン、PK、 ペナルティーキックですか。あーちょっと間があって、したがって広島の選手たちはどうしてだというそんな抗議にも出ていますが、今間があって三上主審ペナルティーキックのジャッジ、サポーターからは中林コールですが、どんな結末が待っているのか。アデミューソン対中林、触りましたが吸い込まれて、ガンバ勝ち越し、アデミューソンです。中林もコースには行きましたが、触りましたが、 PK を取られた水本は納得のいかない表情ですが、今のシーン、これや森崎さん、中林も触りましたが、そうですね、触りましたけど、ここは少し下がりながら工藤、うん、いいゴール出ましたね、はい、そして柴崎がこの位置を取る、柴崎からロペスに入った、打てるか、ロペス仕留めるか、ロペス、ロペス、今度は決めた、アンデルソン・ロペスで2対2。素晴らしい攻撃でしたよね。柴崎がいいところ駆け上がって、最後はロペス、一度コース塞がれたんですが、はい、持ち直して、うん、落ち着いてましたよね、これまずなかなかここで打てずに、いや入れ口が拾う、うん、いい形で米倉と、うん、素晴らしいセーブでしたね。中林です、決定機は米倉でしたが、
まあ、ターンしてから早かったですよね、まあ、素晴らしいターンからの丹羽が上がってくる。丹羽からのボール、パトリック落とす。左足のシャートでしたが、ここで試合終了のホイッスルです。結局2対2の引き分け。力は出し尽くした両チームですが、素晴らしいゲームでしたね。勝ち点3にはたどり着くことはできませんでした両チーム。サンフレッチェ広島バーサス、ガンバ大阪。